of Lock. Girls Locks. Girls Locks. ひなみきょうこの Girls Locks。ワンデー空き病シリーズがお送りします。神奈川県16歳の女の子、まゆっぺちゃんからの書き込み。京子ちゃん、私たまにお部屋にいる時や帰り道に突然すっごく寂しくなっちゃう時があるんだけど、どうやったらこの気持ちを抑えることができるのかな、教えてくださいということですが、そうだね、突然寂しくなること多分みんなあると思うんですよ。まあでも学校行ってる時も私もね、寂しくなる時ってやっぱありましたね、たくさん。なので多分それは寂しい時は寂しい時で多分楽しめるのではと思って、寂しい時に私は歌詞書く時とかも浮かんできたりとか、だから寂しいといろいろ考えたくなるので、逆にいい考えをしようっていう風に考えると、あとは意外と寂しい時って自然と触れ合うことが多分一人でいるのでできると思うんです。いろんなことに敏感になってる実感だと思うんですね、その寂しい時って。なのでそれを利用して、なんだろうな、そういう道にね咲いてていつも通り過ぎてしまうような花をね写真撮ってみたりとか、なんかいろいろ寂しいってふと思うってことは自分のことだけじゃなくていろんなことを考えられる時間だと思うので、ぜひいろんな方向っていうかやり方で生かしてほしいなと思います。はい。ガールズロックス2週目担当、ひなみきょうこです。スクールオブロックとワンデーアキビューシリーズがタッグを組んで送る夏休み限定プロジェクト、夏の入魂カレンダー。みんながこの夏魂を込めて挑戦したいことを入魂カレンダーに書き込んでもらっています。私も入魂隊長として先月このガールズロックスで入魂宣言をしました。私の入魂宣言は音楽に入魂。今日の入魂ミッションと同じですね。みんなもね、ミッションレポートちゃんと送ってくださいね。まあこんな感じで、音楽がなくちゃ生きていけないってぐらい私音楽が大好きなんですね。これまでも自分の部屋にパソコンとマイクを持ち込んで大好きなボカロ曲のね、歌ってみたを趣味範囲でやってみたりはしてたんですが、この日のために一曲ちゃんと録音してきました。それはですね、実はね、今回歌った曲はですね、ボカロ P のネムさんがですね、先月のガールズロックス聴いていてくれたんですよ。それで急遽一緒にやることになったんですよ。イエーイ。いや、私もうネムさん普段は自分でね曲作ることって多いと思うんです。私前ね、スクールオブロックで流したあー素晴らしきニャンセイとか、私もノンノでライブで歌ったりしたんですが、普段はネムさんは曲を作る方側なんですけれども、今回は違うボカロ P さんの曲をネムさんが歌ってみたをやりたいっていうのをですね言っていて、それでは私もこの企画があるんですっていうのをその後にお話ししたらですね、じゃあ一緒にコラボしちゃおうよってなって、憧れのネムさんとまさかのコラボすることができたので、これはもうすごい思い入れのある一曲になりましたね。まあ私の曲じゃないんですけど、私も好きな曲だったので、すごく素敵な入魂ミッションとしてできたのではないかと思います。はい、そうで、ネムさんと撮るってなって、私が先にレコーディングをして、その後にネムさんが別でレコーディングをして、でネムさんがミックスをしてくれるってことだったんですけど、実は今日もうこの日ギリギリ朝まで作業してくれてました、ネムさんが。本当にネムさんには感謝しております。はい、いやまあでもなんか、ちょっと緊張する。みんなにね聞いてもらいたいと思います。大丈夫か。まあ緊張するけど早く聞いてもらいたいです。ではボーカロイドの曲、クロウサ P が作詞作曲しております、恋愛フィロソフィア。
まあ、でももう流してしまったからしょうがない、もうね私も入婚宣言することで実現することができました。しかも大好きなボーカロ P のネムさんともコラボすることもできて、ネムさんとね仕事することも一つの夢だったので夢もなんか一つ叶ってしまってみんなもね宣言していろんなことに挑戦してどんどん夢も実現させていってほしいです。そしてですね、これ終わりじゃないんです。漫画部部長の私から漫画部のみんなにお願いがあります。私が歌ったこの曲のミュージックビデオ一緒に作りましょう。今聞いたこの曲のイメージをもとにカラーイラストを送ってください。私ももちろん描いてきますので、このね曲を聞いたイメージで描いたオリジナルのキャラクター、オリジナルのイラストであれば何でも OK です。まあね、たくさんあればあるほど作りやすいので、どんなイラストがあるか届くかすごい楽しみなんですが、みんなからのイラストをもとに私がちゃんと自分家のパソコンで一個一個作っていきますので、もうたくさんたくさん送ってください。みんなよろしくお願いします。はい、こんな感じで私とはまた来月この教室で会いましょう。ひなみきょうこでした。
遠山校長、吉田教頭、私の歌どうでしたか？感想を聞かせてください。いや、教ちゃん、かっこいい。ねえ。なんかすごい凛々しい声出すんだなと思って、京子ちゃんね。どうもこうもないですよね。どうもこうもない。本当に良かったね、うん、かっこいいよ京子ちゃん、うん、え、しかも何、漫画部からこの曲のイメージイラストを募集してミュージックビデオを作る、うん、これ全部京子さんが全部ねやるんでしょ。何になろうとしてるんだ彼女は一体。どこへ行くのだこれ。ほう、なんだろう、ガールズとかもそのうち一人で全部やっちゃうとかなんじゃない。いや本当にね、ディレクターの仕事とかも全部ーガールズじゃなくなるね。そうなるとねヒューマンだ ね、 ねえ、ヒューマンロックス。いやでもすごいね、うん、実行力はマジで見習うとこばっかりだね。フットワークの軽さね、ああ、立ち止まらないところ、ああ素晴らしい。詳しくはみんなね、サイトの方チェックしてみてくれ。来週は川口春奈ちゃんが投稿。